虹だよ。何？なんでいつもそんなに遅いの？仕事だよ仕事。新婚の時は幸せな家庭を作っていこうと心に決め、暮らしの中で夫を信じ理解をしていこうと努力をしていた。夫婦生活とは苦楽を共にし、分かり合いながら時には気遣い、一緒に過ごす時間を楽しんでいくと思っていた。なんか作ろっか。日常を当たり前のように過ごす中、出会った時や新婚の時に感じていたような心のつながりを失っていく。でもそれが夫婦なのかと思っていた。もう行くからいいよ。長い時間を共に過ごし、親兄弟以上に分かり合える存在になる中で、夫婦に甘えが生まれ、妻に気遣うことを忘れてしまう。新婚生活とは言えなくなった頃、感情がつながっていた昔と違う自分に気づいた。お互いを気遣うことを忘れてしまった頃、妻の体を触れることが恥ずかしくなっていた。あ、小沢さん、おはようございます。おはようございます。
れ、小沢さん。あ、奥村くん、こんにちは。あ、こんにちは。何してるんですか、こんなところで。別に、ちょっと疲れたから座ってるだけ。びっくりした。何してんの。ちょっと眠れないから。うん、ねえ、仕事を辞めれば。何言ってんだよ。仕事仕事って、家に帰りたくないだけでしょ。何言ってんだよ、早く寝ろよ。分かった、女がいるんでしょ。そんなもんいねえよ。あのな、疲れて帰ってきてんだから少しはいたわれよ。怪しい。怪しくない。じゃあどうして。明日も早いんだから風呂入って寝る。ねえ、いつまでこんな生活続ければいいの。
はようございます。ゆうまくん。あ、はい。ちょっと君に頼みたいことがあるんだ。マジっすか。小沢さん。ゆうまくん。買い物帰りですか？ええ、そうよ。どうしたの？ああ。